さあ行きましょう。 A 番台はワンピー側、レナードバイケンフレットソルチーム先方フレットソル、題しまして 2P 側は坂鉄スレイヤー、 AJ ファンディチーム坂鉄スレイヤー先方です。さあ開幕ソル対、スレイヤーです。さあ、ジュリーになりました。立ち回り開始。さあ、スレイヤー側はね、こう、リターン自体減ってるんですけども、画面端でゲージさえ溜めてしまえば、まあ、前回波って言ったら、ちょっとスレイヤー使い本職の方は怒るかもしれませんけど、それなりの火力が出ます。対しまして、ソルは、そうですね、今回は前回と同じコンボ、今のパーセルですね、しっかりやっていきますので、プラスRから、ソロ使いたいというところですね。前回の家庭用出ておりますので、そこを練習するのがいいかもしれません。さあ、ここは空中ボールが返していく。さあ、ここで画面フリー。このね、まあ、なんか発生しそうになったけど、ゲージ下げ消えてしまいました。お、いいボールか。こうなってくるとスレイヤーめんどくさいかと思ったところに一点勝負に決めたいが、そこでこそ FD ファルディールだったんじゃないかと思いますけども、危ない、これはシンクロだった。あー、やばい、かっこいい、いいじゃない。これね、動画内で決めると気持ちいいですね。さあ、ここは D ループチャンス。さあ、おいしい D ループは難しいんですよね。なんかちょっと煽りをやったから人からするとちょっとタイミング違うんで、結構難しいかもしれませんね。お、昇竜拳返して画面端 2K から重ねて、ここで捉える。中央に向かって2杯ジャンピーサイド。お、これはうまい。もうディレイをかけて画面端位置を入れ替わっている。基本的に岸坂さんとか他のロイさんとかもそうなんですけども、前ジャンプサイドワインダーを使ったコンボとかもあるんですけど、今のコンボいいですね。うわー、すげえ。見てから余裕でしたとね言いたが、あー、それはいけない。いや、しかしこれが2段構え。おー、危ない危ない、ちょっと通りますよからの、さあどうなる。あー、バイキーおもむろに崩して 2K からドーンからの、まあ、しばらい広い PP の、ここをまず落として、しっかり次の攻めで決めたいところだったんですけども、ちょっとヒット数が挟みすぎたが、しかし足首体育、うまい、あとはドーンと決めて、さあ、坂鉄スレイヤー、こちらも取り返して、お互いに見せる試合、最終ラウンド。さあ、ガンディーも置いて、おー、すげえ、ジャンディー、ジャンディー、これはうまい。ジャンディー単発だとね、裏回ってる。あはは、美味しい、リボルバーループだ、絶対かよってことでね。さあ、これは美味しいぞ。あ、やばい、やると思ったからの、さあ、これはスレイヤー、ここはなんとしても耐えないと。そうですね、ガードを固めようと思ったら、こう、衝突するんで、お、やばいわ、これもできるんだぜってことで、さあ、パーフェクトゲームが進んでおりますけども、さあ、スレイヤーもここら辺で、ちょっと、まあ、人が吹かしていきたいところなんですけど、ここは、ソルがガンガン攻める。さあ、コパンコパン。ここで返す。マジで。達成が早い。1段目は3フレームですからね。さあ、そういうわけで、かなりガンガン押していったフレットソルが先方戦勝利。さあ、ここで対照戦となります。HF さんのアンジュ 2P 側。対しまして、1P 側、レナードさんのバイケンですね。さあ、畳返し。さあ、試合の方はちょっと落ち着いた展開で始まっておりますが、ここでゲージが 25%。 さあ、今回の終わりました。2試合さあ、畳返しを前でいく。アンジ側もここは体力リードしているとはいえ、ガードキャンセル非常に気をつけないといけないところでしたが、ここはサクラから画面端運んで、サクラを足早いヒット。ここで低空芯からハイスラフーズにしっかりコンボを決めずってなんだよな。勝ったのはエジェフのアンジということで、一本選手、こっちかカフェトーナメントが、そうですね、はい、
じゃあちょっとね早いんですけども、クリアさんのチームちょっと連戦でいきましょう。フワンコさんのバイケンとタカさんのアンジのチームと、クリアさんのチームは B 番台で試合でお願いいたします。さあオンと決めてハイスクルージン、さあ SPK と上げてリレーをかけてマークマーク落としていく。そしてもう一度斜め返して画面端、じゃあクリア先生のチームいますか、フワンコさん、あ、います後ろでじゃんけんお願いします。負けトーナメント1回戦です。さあ空対空のジャンプ P が刺さって取り返していく。そして最終ラウンド、さあジャンディからジャンペス、うまく刺して円安から夫人、さあ見せていく、おーこれヒーエスイットハイスラ夫人、フビーリングラスライドハイスラ夫人からこれをめくれて画面端に落ち込む形、そしてダブルアップ連携、タスピーからシットカーサンネ、ここはうまく回避していきたい。体力差はかなりあるんですけども、これ空中ラッシュ筒に通して鋭い空中ラッシュ、どうする、さあ黒でゲージも回収、画面8、はい、あいつらが漏れたが危ない、ガードして回り込み、ジャンディーで画面8、さあこれは見えない、戻り空中バックラッシュ、しかし前系ガードポイント、こうで返して、さあ画面8無理やり押し込み立ち、ここが体験になったがバースト、まだ間に合って体力が残っているが触りに行きたいヤンジー、まあけど無理しなくていいんだよねということでね、マイケンがどう触るかです。ごめんなさい、さあガード無理はせずしっかり空中ホールドを張っていったが中断、カウンターヒットで勝ったのは AGF ナンジーということで、決定戦がフレットさんのソルと AGF とナンジーですね。さあ行きましょう、対象戦じゃねえ決定戦、さあガンフレー発生間に合わず、さあ先鋒戦では非常にワールドな動きを見せていたフレットソル、ここは抑え込まれてしまっていますが、なんとか元気を出していきたいところ、さあニュース、あーしかし5パンで割っていく、ジョニーとかもそうなんですけどね、このキャラが強くなってるのコスリにも自信を持ってたりしてすごいいいと思います。さあ一本選手は AGF さんのアンジー、まあ、開幕演出しっかり捉えてしゃがみくらいを確認からハイスラフージまでつないで、すげえダメージ、開幕ちょっと走っただけなのに痛い、ガンフレームと何だったのか出てたじゃん今のね、そうガードして飛んでいくさあこっからなんとかは自分のワイルドへ引きずり込みたいんですが、ちょろちょろしてんじゃねえぞ、あうまいニエスからここはしっかり青木山仕込んでおります。さあ、あれを出すか、一斉鬼さあ勝ったのは AJF さん何時のチームです、おめでとうございます。ということでレナードさんとフレットさんのチームはまだ負けトーナメントあるんで、まだお待ち帰らずにお待ちください。フレットさんのチームはこちらですね。じゃあ配信の方は次枠いきたいと思います。じゃあ A 番内の方の呼び出しもしますのでお待ちください。はい、じゃあ A 番内行きましょうか。沢城美雪屋はオスカイのチームと残しみにはヒロアンジチーム、へい、お、ヒロさんのチーム、
マスカーさんとハットさんっすね。はい、沢城みゆきいいんじゃん。沢城みゆきっすよ、やばいっすよ。じゃあ予約してんの？知ってますよ。さすが。わかりますよ、最近のは。質問じゃないですか。任せてください。そういう字しかないじゃないですか。アイスとか、アイスいないでしょ。沢城みゆきさん、早くしてください。何恥ずかしがってんの。自分でそういう名前つけたんだから。持って。お、まあまあ似たからやな。取ってもいいけど。やめてください。いやでもあれっすよ、俺も正直お母さん、色は結構好きですよ。あ、そうなんだ。そんな、ね、ちょっと気にかかってくれ。さあ、先方決まりましたら座ってください。 A1 内は2回戦第1試合です。 1P 側おのこしみりゃひろまじチーム、先方おのこしみりゃ対しました沢城みゆき、青おスカイのチーム、青スカイの。2敗から急に投げられて B 番内終わったのかな。終わったら教えてください。おっと、おとこし切り最終奥義出すと補正切りが通らず銀ですから、おいしい。このキャラダウンなんていらんかった。おいしょ、1、2の3、ドン、7のプリティイメージからもう1回中断で崩した。あー抜けた、やった。おー、やべえ、おのこしクロス。かっこよすぎる。みんな使ってください。やばいっすね。やべえ、めくってる。このおのこしできる。おー、やべえ、バットマンってこういう技だったんだ。やばい、やりすぎた。戻ってきて、プリティイメージ近づけないと。あー、すげえ。これが残り、おのこし、おのこしプリティイメージがやばい。あの、待って、くるっと回って、投げて、ファーストームでしょうか。え、めくっていっぷー気まずい。さあ、オスカーさんも頑張りたいが飲まれてる。本日の大会はちょっとね、ワールドチップ、自分のワールドに引きずり問題は本勝ちという感じで試合展開が進んでおりますけども、拾って無理やり落とす。そして奥攻め見えません。さあ、体力がお残しになってしまうか。なんかガチャガチャしてるんですけど何もねえ。あー、出たー。たんで弱っ。確かにから出るから出ない。あー、死んでしまう。まだ残ってる。さあ、ガードしてガードして、ガードして無理ですか。まあ、現状だったんですけど、まだ味あると。あまりね、稲川にガードさせてしまうと、あのバーストゲージが回復してしまうんで、ああいう場合はすぐ死んでしまってもいいかもしれませんね。あ、出た、お残しクロス、かっこいい。やばい、拾いはしない。コンボができないならしなきゃいいじゃないということで、単発単発でダメージ。あー光った、やばい。スリーでしたと。うー、やばい、潜ってよいしょ、はい、落とせるかな。やった、無理っぽいんだけど、落ちてる、落ちてる。すごいガードだ、さすが。いやー、投げて。さあ、さすがに落ち着いてきたか。押すか、いいのか。攻めるか。出した、漏れてしまう。マイビー当たらない。おお、できるのかな。僕にもできた、やった。どうすんだこれ。で、落とさないんだよね、落とせないんですよね。プリティメイズをお残しして、あ、キングス冷静に決めてる。ドヤ顔。ちょっとメディアスカイっぽい試合じゃなかったんですけど、勝ってます。これが大会です。なるほど、立ち回りなんでしょうか。さあ、 B1 内勝ったのはどちら様でしょう。あ、ランカさんのチーム、何試合でしょう。2試合、はい、おめでとうございます。勝つと思わなかった。じゃあ、レナードさん、フレットさんのチームと、モツさんのフォア、モツ、お、ん、モツ食べたいファースト、プリキュマさんのブリッジのチーム、 B 番台でお願いいたします。負けトーナメントです。さあ、これは大将戦ということで、ヒロアンジュ対するは沢城みゆきだったんだよね。です。沢島さんが画面端固められて走って投げて、おいしょ、ほいほい。恥ずかしいですね、沢島みゆきって呼ぶのもちょっとなんか。さあ、
投げて、あ、なんかすごい、あ、コンデスは残っていましたが、よいしょ、夫人、何も出ない。おーっと、これ危ない。シフトは消えて、走って空中足ができますが、ぐちゃ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 ジグザグジグザグコンボ、そしてトンから、あ、やばい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 、体力ないよ体力ないよ体力ないよ、あ、関係なかった。マスコース、え、どうすんの、いいの、行っちゃうの、行っちゃいました。佐野城さん強いですね、さすがです。あ、投げ漏れていますが、名前が強いですね。ビッグネーム、何でしょうか、わかりませんが、ビッグネームだと思われます。私も知っていますので。あ、捉えて変身、読んでいた、そしてバーストも読んでいた、そして画面足ワンダウンゲット、そして 2S、 まずは相手を動かせなくしてから固め開始。さあ、飛んだら下段刺さるよという人、して前右からバースト届かない、ホルトで距離を離しているため当たりません。アバー離れすぎてね。さあ、ここでジャンプエスカウンターヒットからダッシュ、立ち見オンまで決めて中央、あとワンダウンですが、しかしこれは時間の経過によってもスカリそうだ、スカらない、ここはナイスタイミング、体力も回復して、さあ、あれを見せたい、あれを見せたい、 MP4 を見せたい。残したくなるとチャンスを狙っていると思われるこのヒロンジ、さあ飛ばしてどうすんの、警戒、しかし起き上がりがちょっと遅いので見切りやすかったのか、チャンハイカウンターヒット、お互いにカウンター落ちて、どうすんの、行っちゃう行っちゃう行かない、もう一回行っちゃう、いやーダメですね、走るがジャンハイが速い、行け飛んだ、行け行け、あ、確かダメだ、まだ1本取られてるじゃん、もう一回、あ、いかが、何をやってるんだマジで、あれを出しましょう、あれを、あれあれあれ、はいはいはい、下へ投げてください、下へ、はい、あるもん使わないと、やりどすか、やったー、ここで画面端、沢城みゆきさんがやばいです、画面端です。さあ、ガードを固める、アバがちょっと気まずいが、ここなんとか逃がしてモノモードになりたいがさせてくれない、空中足が鋭い、しかし投げている、こっちはみ、あー、ステップが出ない、お互いに混乱して、さあ、ここで取られてマックしよう、ここで危ない、1、2の3と入ってしまいます、1、2の3ドーンでプレッシャーかけに行く、おまかすさん、あーっと、ここは火炎星を買っていった沢城みゆきアバーが画面端変身からのプレッシャー、プレッシャーがやばいっすよこれ、クッチダーシュ戻ってきた天気に無糖の舞だ、無人でしたねチームの勝利ということで、勝ったのはヒロさん、男女チーム2打点で終了です。じゃあ A1 台行きましょうか、連戦で決勝進出をかけての試合となります。